はいどうも皆さん、スペンタクペンです。お久しぶりでございます。てことでね、昨日セレクションが来まして、このトップ画面見てもらうと分かるんですけども、本日の動画、佐々木朗希選手使ってみた動画になっております。結構特徴的でね、まあ能力は爆上げとともに2周目の変化球がフォークが追加されております。そのフォークがね、ちょっと特殊な曲がり方するので、実際使えるのかどうかっていうのを試してみたいと思います。じゃあ早速ね、ランク戦行ってみましょう。じゃあ早速ね、マッチングいたしました。早速佐々木朗希選手使っていきたいと思います。もう実際強いのかな、まあ先行なんでね、まあサクサクと点取って、援護点を取って、佐々木朗希選手をね楽に投げさせたいところではある。1球目ファール。まあ糸井さんね、最近ねラインドライブにハマってる。めちゃくちゃライドラ好き。いやー、それかやばいな。ここね、先頭出塁マジ大事だから、次の得点に絡んでくる。先頭出塁は、はい、選球眼の鬼、選球眼の鬼。いやー、ここね、マジで出たい。あー、ボールか。さあ、2番外。まあね、糸井選手出塁できなかったんですけども、ここでエスプレッソソーティー。フェイスにおフェイス、バレバレバレ。アウトコース中心だな。ここで急にインコース来た時に詰まらないように。オッケー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 。で、3番ペテルギウス。いや、結構ね、こういうね、ペテルギウスみたいなラインドライブに長打警戒って結構禁物なんですよ。こうやってね、プって前落ちるんですよね。だからね、ラインドライブに長距離はあんま良くないと思う。アーチストとかだったら全然いいと思うけど。いやー、いいボール、ビタビタ。いやー、ビタビタ。いやー、しー投球だね。お、超えるか、超えるべ。オッケー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 。とりあえず先制点ね。さあ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 、あと5点ぐらい取っときたい。オッケー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 。さあ、終わる。めちゃくちゃラインドライブするやん。ボール、いや、岡本和真にはここは打ってほしい。あ、引っ張っちゃったけど落ちるべ、これ。オッケー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 。で、3点3点3点。まあ、打率もね、ちょっと上げていきたいから、ここはね、ちょこちょこ打っていきたい。あ、こういうんじゃない。あ、オッケーオッケー。いやー、取られるか。佐々木朗希選手の登板となります。まあ、1番ね、栗原さん。うわ、スピ4317。いや、エグすぎるよ。まあ1球目ね、これバニッシュあるよっていうのを見せる。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない。打ち損時間あるけど、まあいいと思う、全然。オッケーオッケーオッケー。取れる。センターセンターセンター。いや、詰まり気味だったけどな。まあ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 。いや、キャラ強、キャラゲロ強いんだけど、スピの暴力できひんやん。まあ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 、ここのね、球威が S になったスプリット。オッケー、ケツ。オッケーオッケー。膝で止めた、膝で止めた。ナイス、サッカー選手。いや、キャラ強。これボール、ボールボールでいこう。オッケー、センター取れるよ。オッケーオッケーオッケー。オッケー。フェイス、お前、糸井何してくれてんじゃ。まあまあ、これね、0点の1点で抑えればいい。どうしようかな、これスプリットデカスプ投げて。いやー、見るか。もう一球ないし、これにストレート、これ詰まるよ多分。オッケーオッケー。で、これバニッシュかと思わせてのこのゴリストレート。オッケー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 。いいんじゃない。やっぱ164キロあるから、あのバニッシュ的なバニッシュフォークがね、結構いい役割を果たしてると思う。いや、いいかもしれない。これ超高速だとなかなか強いかもしれないね。もしかしたら大谷翔平選手みたいな、そんな感じになるかもしれない。ストレート速くてなかなか打てないみたいな。オッケーオッケーオッケー。援護しご援護しご。負けをつけさせるわけにはいかないからね、佐々木朗希選手に。いや、生で見てみたいな、佐々木朗希選手。
いや特殊能力。オーケー、ノールさん、ナイスノール。ここでピストル、ピストル、ピストル、ナイス。さあここでエスプレッソソーティエスプレッソソーティね、やっぱり打ちやすいよね。はい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 。さあここで2イニング目になっております。これどうだろうな、このアウトコースのフォーク、オッケー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 、いいんじゃない、いいかもしれんね。うわゲロ下げてるめちゃくちゃ下げてくれるな、やっぱスピード強えな。セレクション、あ落ちるな、いやーこれは不運な当たりだ。だがしかしここでゲッツーを取る男、ゲッツー取るよ、いやー打たれてる、いやちょっとストレート狙われてるな。いやオッチーか、ここでスピの暴力を見せていただきたい。あー特殊能力、いやここどうかな、オッケーゲッツー、いやーゲッツー取れねえか、きちー。これ多分ストレートゴリ張ってっから、ゴリ張りストレーターだからここね意外と効くと思う。また高め、オッケー。さあ1点で抑えました。さあ次の試合ね消費していきたいと思うんで行っていきましょう。じゃあね、ローキー佐々木選手2試合目。さっきね、1失点されちゃったから、今回はね、もう完全試合で決めたいところではある。いやー、どうかなー。スピ30しか勝ってないのか。まあ、ここのね、様子見高速スライダーからいくよ。オッケー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 。いいね、いいね、いいね。ワンアウト、ワンアウト。余すと、余すとどうかなー。おー。で、ここのね、バニッシュフォーク。いいねいいよ、強いぞ。さあさあここでね、これデカスプ S になったスプリットいこう。同じところからストレート、これ詰まってほしいんだよな。オッケー、ここねまたねゴロになってほしい。オッケーオッケーオッケー、ああ打たれた。完全試合ならずっていうところではあるけど、まあしょうがないね。余すといこう、これ勝ち込まれないように気をつけて。 OK、 OKOKOK、 いや強いんじゃないかな。いや意外といけるぞ佐々木朗希選手、いややばいな。 OK、 ノブちゃん、ダンカンこの野郎、お前宇宙間スタンドパチコンでやったわ。 OK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 、オッケー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 、ああやばい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 、強制しちゃう強制しちゃう、ノーアウトだし、あバカ、ああありがとうございました。